所だと思っていたんですよ。あの学生時代に1回、その後社会人になってから 1,2 回ちょっと来ただけで、あの自分には関係のない土地だと思ってたんですけれども、仕事の関係で一度12月冬の軽井沢に来たことがあったんですね。それが2004年の確か12月だったと思うんですけれど、その時にあの軽井沢の冬ってもちろん初めてで、空気があまりにも気持ちが良くて、でもちろん雪はあの今日はすごいなんか大雪が降ってしまいましたけれども、その時は雪は全くなくて、でその時泊まっていた宿泊先のスタッフの方に、雪はまだ降らないんですねってあの聞きましたら、軽井沢雪少ないんですよっていうお返事で、で私あの雪少しだったらいいんですけど、たくさん降るところはすごく苦手で、それで雪が少なくて空気がこんなに気持ちがいい軽井沢って、なんかその時にもうハマってしまったんですよね。あ、なんか軽井沢っていいかもいいかもってだんだんやっぱり思いは膨らみ始めまして、 でもあのその時会社に勤めてたので、まあ、定年退職をした後はじゃあ軽井沢に住もうかっていう、そういうそのぐらいのまだ感覚だったんですけどもね、うん。これはちょっとなって思うのが、その社会の狭さですよね、うん、その分人とのつながりはすごく強くなるような気がするんですけども、つながらない人たちと、まあ、はっきり言っちゃえばあまり気が合わない人たちとも近くなっちゃうんで、東京だったら別にあの関係のない人とか自分の興味のない人って別に本当そのまま何もしなくてもいいんですけど、軽井沢だとそういう方たちともやっぱ出会ってしまったりすると、そこの中で人間関係をきちんと保っていくのがあの難しいなって、多分、ね、東京に行ったらおせっかいで嫌だなって思ったかもしれないですね。でもここにいるとあのそれをありがたいってこう思える気持ちの余裕が出てきているっていうか、本当に家と会社で通勤だけでもう何にも他できないっていう状況ではないの で逆に私本当になんていうか人にあまり興味がない方だったんですけれども、人と話すのは大好きなのにあまり個人的なことに興味を持たなかったんですけども、逆に私も何かこう助けたいっていうかしてあげたいっていう気持ちにだんだんなってくる来ているので、多分あのその辺やっぱり私にとっては軽井沢に引っ越してきたことっていうのは大きなプラスだと思っています。そうですね、あのいろんな意味で本当にいろんな方から助けられてありがたいなって、うん、あの東京のこう大多数の人の中で助けてくれる自分を助けてくれる人は一体どれだけいるんだろうかって思うと、このわずか人口1万9000人の町で、ね、他人ですよね、言ってみれば親戚でも家族でもない他人がいろんな意味で助けてくれるっていうのはこの軽井沢ならではっていうか、うん、すごくありがたいことだなと思ってます。そうですね、私はやっぱおすすめは夜の暗さ、ありえない暗さですよね、まあ、月が出てれば本当に明るいですけれども、月が明るい、月の明かりで浅間山が見えるとか、夜のこの暗さと星の綺麗さと静けさ、あ、これは本当におすすめで、時々私の前の同僚なんかは下町というか人形町で生まれ育ってて、絶対に軽井沢では住めないと、あんな静かなところでは住めないという方もたまにはいらっしゃいますけれども、でも本当になんていうか時間の流れっていうか、まあ冬なんか夜7時ぐらいで東京の12時ぐらい、夜中の12時ぐらいな感覚になるじゃないですか、え、まだ7時っていう、その辺のそのなんか夜の有効な使い方とか、都心では
やっぱり考えにくい、考えられないような時間の過ごし方ができると思いますね。あと、もちろんこれはその皆さんが住まわれる住宅によっても違うんですけれども、都心にいた時は炎に接する機会が全くなかったんですよ。でも軽井沢に引っ越してきて、まあ、焚き火は本当はしちゃいけないんですでしたっけ。 でもやっぱり外でちょっとした落ち葉を燃やして焼き芋を作ったりとか、あとこの冬場は薪ストーブを燃やして、その炎を近くだとちょっと暑すぎますけど、あと今こうして目の前に燃えてるキャンドルとか、炎に触れる機会が今までは全くなかったっていうことに気がつかされて、だからその炎と触れ合える生活ができるっていうのはある意味人間の原点に戻った気がして、でもそれがかえって贅沢な時だなって。男性なんかやっぱり炎好き、焚き火好きの方いっぱいいらっしゃるどんどん燃やしてで、あと庭にピザ窯とか炉を切る方とかもすごく多いですし、その私炎っていうのがすごく好きで、よかったなって。で私は猫を飼ってるんですけども、やっぱり猫があまりにもくつろいでいてくれるので、もうそれも引っ越し来てよかったなと思いますね。本当にのんびりとゆったりと、こっちも猫を見てると安らぎますし。